東京の夏の風物詩、江戸川区花火大会が今年8月5日に4年ぶりに開催されることになりました。これは昨日行われた大会実行委員会で決まったもので、江戸川区花火大会は新型コロナウイルスの感染拡大で2020年から中止が続いていました。実行委員会によりますと、4年ぶりとなる今年も例年通りおよそ1万4000発の花火を打ち上げ、江戸川名物といわれる5秒間で1000発の花火を一気に打ち上げる迫力満点のスタートが戻ります。また今回初の取り組みとして、SDGs をイメージした音楽とカラフルな花火も楽しめるということです。この花火大会は8月5日午後7時15分から午後8時30分まで開催予定です。